今日の話は妊娠の邪魔をする黒い経血です。はい、しけちゃん。はい。黒だね。黒、黒い経血見たことある？あります。自分で？あります。頻繁に出る？頻繁ではない。どれぐらいに出る？割合で出る？2回に1回。2回に1回？黒い経血、皆さん出たことある方手挙げてください。はい、しけちゃんも手挙げてますね、うん。まああれって赤血球だからさ、変な話、赤いのってヘモグロビンっていう鉄が入ってるわけですよね。あれがなんていうのかな、こうほら出血して最初のうちってさ赤いじゃないですか。それがこうなんか酸化反応によって黒くなるってこれ分かりますよね。酸素と混ぜることによって錆びちゃって黒くなるってこれ OK ですよね。かさぶた、ですね。かさぶた的な感じになるっていう形だから、これ皆さんね、古いやつだと思ってください。なんかこう反対意見もあるんですけど、絶対そうですね。内膜があります。で、基本ここは螺旋動脈というものに支配されていて、ごそっとこれが閉じることによってね、ごそっと出るって感じですね。OK ですね。他にもちろんタンパクを分解するような反応とかいろいろあるんですけども、そこもね、ぜひ覚えておいてください。ね、ごそっと出るっていう形ですね、でこれは T4 ですね、黄体ホルモンです。高温期に出るホルモンっていう形ですね。これのこうなんて出て止まってっていうリバウンドによってですよね、起きるっていう形ですね。だから高温期安定してこないとなかなか内膜も安定しないよっていう形ですよね、っていうふうに言われております。またこれがここポイントなんだけどね、今日のね、これがしっかりとリバウンドが起こさないと待っててよって出ちゃダメだよっていう子がいるから、その人たちがいなくなった瞬間にごそっと出るのは、これ意味わかりますよね。一つなのでこれがさ不安定だとそもそもさ待っててよって言わないでさ、なんとなくダラダラ残っちゃうって感じのわかります？ダラダラ残ると式じゃどんなことが起きると思う？これが例えばさ、これ全部ごそっと言ってほしいのがさ、この辺が半分ぐらい起こっただけっていう状況になったらどんなことが起きると思いますか、スキちゃん？古いから黒くなる？ああ、そうですね。黒いのが残ってるっていう形のが出るとそんな感じですね。これ一つの仮説ですけども、まあ間違いないです。まあ多くの方が本当にね、ファンクショナルジネコに通っていただくと最初の頃っていうのはこういうの出るんですよ。で痛み出たりするんですよ、こういうところに出るときにね、溜まってたものが出たりするので、なんか先生すっごい黒いのが出たんですけどとか、なんかちょっと匂いがきつかったんですなんていう話をね、されたりするんですけども、そのやっぱりね、そこは間違いなくここの代謝が悪いっていう形ですよね。子宮自体のそのまずこの命令系統である P4 の状態とかっていうのもちょっと問題が、あるというかね、改善の余地があるっていうふうに思っております。ごっそり出ればさ、ハッピーじゃないですか、ね、ごっそり出るようになってハッピーなんですよね。この酸化した鉄っていうのはさ、DNA 傷つけるからね。 DNA って何？遺伝子、鉄系鉄。そう、遺伝子ですよね。 DNA っていうのは核にあるわけですね。そこからこう、なんか小胞体っていう工場にこうコピー用紙が回されて、そこで工場で体に必要なものをどんどん設計していくっていう形ですよね。設計したものをこうなんか外に出したりだとかさ、こういう細胞膜で使ったりだとか、もしくはこの中で代謝を上げたりするのを使ったりだとかっていうところですね。例えば細胞膜で使われると、ここのところにほらグルコースがさ、糖が入ることによってなんとかなるわけじゃないですか。で糖が入ってエネルギーがこのタンパク質、ここで作ったものを使わないと入れないんですよ。そういうもので糖が入ってきたものが、まあ、解糖系っていうものをこう返してから、ミトコンドリアさんっていう発電所みたいなところが ATP 作ってくれることによって、この工場のこう電気を賄ってくれるわけじゃないですかね。電気を賄ってくれるので、そういうところもやっぱりこう改善の余地があるんじゃないかなというふうに思います。ね、DNA 大切なんですけども、ここの部分で酸化ストレスが溜まっちゃってるような状況ですと、やっぱりこれあんまり良くないというふうに思いますので、まずこれちょっとしっかりとこれをごっそり出すための作戦をちょっと一緒に地球ちゃん、はい、皆さんもね考えていきましょう。まず一つが、実はね関係なさそうに見えて、高温期これ安定させてほしいんですよ。
っていうのが先ほど言った P4 が安定してこないとって話なので、待っててがいるからそのリバウンドでっていうね、一つ可能性あるじゃないですか。そういう形で考えると高温期の安定ですね。これは体温ある程度低温期に対してプラス 0.5 ぐらいまではしっかりとしていきたい。二つ目っていうのが、副交感神経っていうのは緊張して子宮っていうのは収縮しますので、こちらちゃんとそういう形で収縮できるような形にしましょう、収縮できるような子宮にしてっていただけるとやっぱりそれはもうとても大切な武器になるんじゃないのかなというふうに思います。ぶっちゃけこの2つでね、本当に副交感神経緊張させるためにやっぱ針だとか整体だとかすごくいいわけですね。プラスのなんかうちの場合はほらラジオ波っていう形で高級なマシンがございますのでね、それを使うことによって子宮って収縮しやすくなるわけですね。プラスのこう命令系統であるね、この高温期を安定させるっていうことをすることによってやっぱりね、ギュッと収縮するっていう形になってきます。例えば副交感神経緊張しっぱなしでもダメなんだよね。緊張してる状態と緊張してない状態って両方ともないといけなかったりするわけで、これもみんなそうだよね。ここもここもリバウンドというのが必要で、その反応が交互に現れることによって正常化するっていうところがあるので、単純に副交感神経だけ緊張すればいいとかって話になったらさ、なんか他にも方法あったりするんだけど、やっぱり根本的な体質改善というものが必要なんじゃないのかなというふうに思っております。黒いち、ね、出る方はぜひ、ご相談なぁと思います。素晴らしい素敵な作戦がいろいろね、ご提供できるんじゃないのかなと思っております。ちくちゃん、はい、じゃあ今日のまとめをお願いします。今日のまとめは、黒い経血が出るのはちょっと古いのが残ってるサインなので、それをすっきりさせていい状態にするには高温期にしっかり体温を上げられるようにするのと、うん、副交感神経のスイッチを入れやすくしてあげるのが大事だよ、うん、いいですね、いいまとめですね。素晴らしいって自分で言ってますね。素晴らしいと思いますですね、そういう感じですね、そこは、そんなに難しくはないです。まあぜひちょっと取り組んでみてください。